34は相性が悪くないと思ってるので、自分なりに頑張って逃げて、いい点を取って頑張りたいと思います。よろしくお願いします。一生懸命走って車検に絡めるよう頑張りますので、応援よろしくお願いします。前回は復帰後で全然乗れてなかったんですけど、今回はしっかり1着目指して頑張りますので、応援よろしくお願いします。山陽走路は好きなので、少しでも良い成績を残して年末につなげれるように精一杯頑張ります。よろしくお願いします。スタートしっかり決めて1着目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、復帰してあんまりうまく乗れてないんですけど、下回りして楽しみはあるので全力で頑張ります。応援してください。皆さんこんにちは。今回女子戦をやるんですけど、しっかり成績たちも冷静に、かつしっかり前をさばいて、皆さんの車検に貢献できるように頑張るので、応援よろしくお願いします。はい、女子戦は落ち着いて冷静に走って、みんなが怪我ないように完走できればいいなと思います。応援よろしくお願いします。11レース3100メートル競争に出場の選手をご紹介いたします。1番道面さや、2番本田ひとえ、3番松尾あや、4番間地川陽子、5番田崎萌え、6番吉川真希、7番片野梨沙、8番岡谷美雪、以上8名出場選手でございます。出走タイム発表です。11レースです。1番道面選手 3.49、 2番本田選手 3.45、 3番松尾彩選手 3.47、 4番間地川選手 3.43、 5番田崎選手 3.44、 6番吉川真希選手 3.40、 7番片野選手 3.39、 8番岡谷選手 3.34。よろしくお願いします。女子レーサー8名が登場。どうぞ皆様、勝負服にもご注目ください。0、10、20、30、40、50の戦いです。0は道面さや、本田ひとえ、10メートルは3番松尾や、そして20メートル4番間地川陽子、30メートル田崎萌え、吉川真希、33期並びました。40戦片野梨沙、そして堂々の登場、ピンクの勝負服、8号車での登場、50メートル岡谷美雪です。
思想タイム抜けておりました。岡谷の人気ディアマンテ、レースでも輝きを放つか、ダントツの人気になりました。8番7番7番8番が本戦です。32機の2人が人気の中心となっています。スタート10秒を切ります。ブルーランプが1つずつ消えました。針が動きました。5秒前、3秒切ります。2秒。11レースガールズ王座山陽予選スタートしていきました。4番のマジカーがスタートで前まで行った。一気に2車かわしていくところでありますが、うまく回れるか、ここが課題と言っておりました。4番のマジカー、まずは3番手足すぐ後ろ、田崎萌の姿です。6番の吉川ですが下がってしまった。7番の片野、8番の岡谷、7番手からの競争。レースは2周目、01番の同面、さらには2番の本田人へ、3番手が4番のマジカー、ここがポイントになっていきそうです。5番の田崎、そして2周3コーナーで7番の片野がインコース上がってくる。8番の岡谷もすぐ後ろでありますが、6番手以上、レースは3周目です。まだ同面が逃げています。そしてすっと内から上がってきたいところ、4番のマジカーが再三狙うんですけど少し滑らせた。7番の片野が3コーナーで上がってきています。3番手浮上、7番の片野、4番手に上がっていきたい。8番の岡谷がまくっていきます。レースは残り半分です。同盟が逃げるインコース、上がってきたのは7番の片野、そして8番の岡谷です。人気の2人が抜け出しました。3番手は2番の本田、1番の同盟をかわして上がってきている。4番の間近は5番の田崎、4コーナー立ち上がります。レースは残り2周を切っていきます。32機2人の対決となった。7番の片野一車身リード、8番の岡谷が狙っています。2番手3番手ご覧のように離されて、4番のマジカーが上がってくるところ、マジカーが上がっていきたい。2番のホンダがまくり返す。青旗回って残りは1周、6周1コーナー飛び込んできた。8番の岡谷美雪です。岡谷美雪はトップを奪いました。7番の片野が2番手、3番手争いですが、4番のマジカーに軍配か、その後ろ2番のホンダとなりました。8番の岡谷美雪、本日バースデーウィンとなります。1着ゴール、バースデーゴール決めました。しっかりと6周回ある、慌てることなくという、そんな落ち着いた競争を見せつけました。しっかりと8選手ゴールライン通過です。注目の結果は？